よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。では、そろそろできるか試してみてもよかろう。よし、二人の気をピタリ同じにしろ。はい。いいぞ、始めろ。世界崩壊のカウントダウン、魔人ブーの凶悪変化。なんちゅう木の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高ビーなやつだけど大丈夫か。御殿たちが修行するためわずかな時間を何とか稼いでいたが、ついに魔人ブーはしびれを切らす。やむなくピッコロは御殿たちが密かに修行をしている精神と時の部屋にブーを連れて行くのであった。ここだ。だらだら歩きやがって。なんとか時間を稼いだが、外の1分は中では6時間になる。1週間は修行できたはずだ。頼むぞ。じゃ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 ーん、待っていたぜ魔人ブー。ん、あれか。そうだ、頼む。奇跡を起こってくれ。行くぞ。おお、フュージョンの後でもスーパーサイヤ人になれるのか。そんなことを教えてやるぜ。どの技を集めちゃおうかな。もう俺攻撃していいか。もう終わりにしてやるぜ。お遊びはな。
おい、大丈夫なのか？それとも他にも大技が？クックック、あるんだよな、とっておきが。でもちょっとピッコロさんをビビらせちゃおうかな。その方が盛り上がるし。あ、ダメだ。もう大技を出せるようなパワーが残ってないよ。おしまいだ。この世の終わりだよ。貴様もこれまでだ、魔人ブー。貴様や我々のいた世界とこの世界とのたった一つの出入り口を破壊した。もう一生ここから抜け出ることは不可能だぞ。へえ。さあ俺たちを殺し、永遠にここで孤独に暮らすがいい。この何もない世界でな。俺の好きなお菓子はここにはない。もうなんで黙ってそういうことすんの。とっておきのすっごい技があったのに。お前もう限界だっていうようなことを言ってたじゃないか。あれは軽いジョークさ。かわいい嘘ってやつだよ。アホか！こんな時に何がかわいい嘘だ。あの家元に戻してよ、バカバカバカ。二度と戻せるか、バカ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 。そんなの嫌だ。あれ、ピッコロさん、あれは。そんな、信じられん。とてつもない木の力で次元に穴を開けやがった。しまった。消えた。何の音だったんだろう今のは。ラッキー。魔人ブー、ちょっと腹減ってきたからちょうどいい。何にしようかな。チョコに決めた。ダメだ、針の先ほどの穴も開かない。チッ、しょうがねえな、あれ使うか。なんだというのだ。ヒッヒッヒ、なんだと思う。じゃじゃーん。おい、何を。イエーイ。お前、それどうなっているんだ。どうなってるったって知らないよ。でもめちゃくちゃ強いんだぜ。なんて喋ってる場合じゃないんだよな。ちょっと変わったか。バーカ、ちょっとどころの騒ぎじゃないで。すっごいすっごいすっごい強くなっ
様、ここにいた連中をどうした？へへ、ここだ。お？食べちまったのか？チョコにしてな。完全に怒った。体力的にどうかは知らんが、精神的に少し弱ってきている。ゲッヘッヘッヘ、止めだ。今度はもう元には戻れないぞ。バラバラになったのを火で完全に消してしまうから。